ニュージーランドオウギハクジラは、ハクジラアモク、アカボウクジラかオウギハクジラ族に属する小型の珍しいクジラである。いくつかの座礁例から、南半球に生息すると推定されるが、2002年時点において、生きている個体の観察例は報告されていない。種小名のヘクトリ及び英名は、スコットランドの地質学者であり、ニュージーランドのワイリントンにある、 植民地博物館の創始者でもある、ジェームズ・ヘクター教に由来する。アメリカのカリフォルニア州において、ニュージーランド・ウギ・ハクジラの座礁や目撃が報告されたことがあるが、すべてペリン・オウギ・ハクジラの5人であったことがわかっている。座礁したニュージーランド・ウギ・ハクジラ・オウギ・ハクジラ類としては、典型的な体型であるが、オウギ・ハクジラ族の中では小柄な種類である。 オスの体長は少なくとも4メートルであるが、メスの体長は不明である。生まれた直後の体長は2メートル以下であると考えられている。オスの特徴である三角形の歯が、下顎の先端に2本生えており、口を閉じている時でもそれらの歯が見える。体色は全体的に灰色であり、背色は濃い灰色、腹色は明るい灰色である。上顎や目の周囲は、 濃い灰色であるが、下顎は白に近い灰色である。生態は不明であるが、おそらくイカを食べるだろうと考えられている。おそらくニュージーランド周辺に多く生息するだろうと考えられている。タスマニア、南アメリカ、フォークランド諸島、南アフリカにおいて座症例が報告されている。生息数は不明である。捕鯨の対象となったことはない。虚偶による、 本格の犠牲になったという報告もない。IUCN のレッドリストにおいては DD に分類されている。サテーションスペシャリストグループ、メセプラダンヘクトリン IUCN レッドリストオブ、セレットンドスピーシーズ、エンサイクロペディアオブマリーンマーマルズ、ウィリアム海、ペリン、ベルントワージグ、アンド JGM、ティー・ウィソンエズ。 アカデミックプレス、ISBN0 から12から55万1340から2ランドル、R. リーブス、ブレント・ S. ・スチュワード、フィリップ・ J. ・クラパムアンド、ジェームズ・ A、オーウェル、シー・マーマルズ・オブ・ザ・ワールド、A&C ・シーブラック、ロンドン、ISBN0 から713663340、ヘクターズ・ビーク・トホエール・オストラライオン・ミュージアム、 ファクトシーツヘクターズビークトホエルテキサスエアンド、エムユニバーシティーコープスクリスティーメセプラダンヘクトリ、CMS、コンサーベーション、オンマイグラトリースピーシーズ改正哺乳類図鑑、ニュージーランドウギハクジラ国立科学博物館、動物研究部。ありがとうございます。